それではレゴシティアンダーカバーの続きやっていこうと思います。前回はパパラルドさんがとうとうレックスに愛想をつかして、今度はブラックウェルさんのところで盗みを働いてこいというので、今消防艇のところまでやってきました。あの消防艇まだレックスに渡してなかったんだね。というわけで今から泳いでいきましょう。宇宙飛行士の服で泳ぐってのはどうなんだろうね。さすがに地球圏だと大変泳ぎづらいと思うんですけど、まあお、ここ心なしかちょっと遅いような。うんうん、いいよ。うんうん、お、早速ミッション、ガラス破りセット。うん、基本中の基本みたいな感じの盗みだね。フォレストさんのところで何を盗むかをまだちょっと聞かされてないので、これからどうなるかな。うんうん、お、意外と早い。うんうん、お、夜、うん、チェイス、レゴシティで夜はちょっと珍しいかも。ブラックウェルほどの金持ちならトンネルも綺麗かと思ったが、未完成なんだろうな。ブラックウェルはスキャンダル以降建設に興味がなくなったからな。そうか、うん、あ、スキャンダルって、はあ、ここ何年か海外でバカンスでもしてたのか。ちょっとね。いや、そうじゃなくて、やつはブルーベル国立公園に巨大なビルを建てようとした。マンションやモールが入った複合施設さ。でもその予定地が珍しいリスか何かの生息地だと分かって、市が建設をやめさせた。ああ、あのリスか。何百万もの金をつぎ込んで公園とアップタウンを結ぶブラックウェルブリッジを作った後に、大橋を架かされた気分だったろうな。うん、その通り、完全にへそを曲げた。今後はどこにも何も建てないってな。なるほどね。それはちょっと手痛いミスっていうか。静かにしよう。うん、おう、ついてなかったね、ブラックウェルさん。自然環境保護ってすごく厳しい国ありそうだもんね。お宝を手に入れて戻ってこい。はーい。なんだか息があった感じになってきちゃったな。よし、じゃあ早速、ほい、とりあえず目に入るものは全部壊す。よし、ほい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 。オッケー。お、おお、よし、早速放水。あれ、あ、近くに物があると放水ができない。オッケー。これは何かな？ちょっと見づらいけど、壊せるかな？壊せないかな？よしよし。この金網がちょっと邪魔だな。はい、じゃあ泥棒になってロッカーをこじ開ける。お、スペシャルボーナスだった。こっちは消防士でバールを、バールじゃないや、斧を使ってこじ開ける。ここは変に静かだな。ブラックウェルの警備員は休暇中なのか。警備員を休暇ってよくわからんだけど、まあ都合がいいね。ほい、これは何か出る？出ないけど、この辺なんだろう、何もない。よし、ほい、おう、いいね。いや、そうじゃないな。うん、そう。いや、そうじゃないなとか言って、めちゃめちゃ普通なお話ですな。よーし、くれ、放水。あ、なんか一人勝手に落ちた気が。いいよ、あそこに。おお、近くだとこう戦ってしまう。いいよ。あ、わお。お、なんだって。あ、まだ生きてるじゃん。くそー、くれ、ドバー。ちょうどあそこの方に追い出せるからいけるかな。おーし、もうちょっと。なかなか落ちないぞ、この辺りかな。くそー、ほい、しょうがない、手動で落としてやる。ほい、よーし、悔しいのでもう一回チャレンジ。うんうん、あー、なんかちょっとビクビク言ってたけど、まあ大丈夫だろう、大丈夫、警備員だからね。
ふう、これは何？バルブを回す。ふんふん、水流が弱くなったところをグラップルガン、よし、ほい、ヒュー、いいよ。これは、お、金庫っぽいと思ったら、なんだこりゃ。あ、なんていうんだろうね、水密扉かな。早速組み立て直して、何ができる？おお、蒸気が出てきたぞ。こっちの方は上がるところか。よし、ここからの、ほい、おっと、下の方で待ち構えてるぞ。よし、さこい、ほい、おお、えい、ダメか、逮捕、オッケー、ほい、ほーい、あれ、巴投げで落とそうと思ったら、ちょっと、自分が落ちそうになってるぞ、危ない。オッケー、いつもの、ほい、黄色に赤に青に緑と。オッケー。何が出る？お、おう、お、歯車。さらにレバーを下ろして、おう、これはハンドルかな。あら、もう一回、しょうがない、ほい。結構珍しいかな、レゴシティでこういう行ったり来たりの仕掛けがあるの。ほほ、向こうにアイコンが見えるぞ。新しい変装かな。なんだ、あ、おお、警備員がやってきて、よーし、ここはこの橋の上で戦おうじゃないか。さこい、あら、来ないぞ。なんだ、しょうがない、こうなったらこれフリーズ感。あ、この距離だともう掴んじゃうんだね。あー、なんだよそれ。よーし、連れてきて、ほい、よーし、君も、おーっと、必殺技が決まる。いいよ、お、ずいぶん今スムーズに開けられたな。よしよし、さあ壊そう。早速ポリスシールドをゲット。オッケー。お、フラワーポット、はい。これは、ここ登っていって、おお、続きができる。とりあえずこっちを開けてみて、よし、スタッドがあるだけ。おっとっと、よしよし、これは持っていけるもんだな。さっきのところに置いて組み立てると、何ができるかな。あ、このエレベーター一方通行だったのか。高価すぎるものは持ち出すなよ。ビニーが満足するような見た目が派手なものを探すんだ。なるほどね、ブラックウェルさんの懐事情もちょっと考慮しないといけないんだ。ほい、お、何か壊せそうだぞ。なんだろう、お、これはテレポーターだな。よし、おう、お、ラッキー、ブザー。
新しい乗り物っぽい車がアンロックされたのかな。おお、なんか今回はポリスシールドがサクサク溜まっていくな。ここはいけないっぽい。よし、テレポーターで戻って、さらに左の方に行けそうだけどどうしようかな。おお、ほい、あ、いきなり風が出てるぞ。でも閉じられるところが見当たらないな。でも一応行ってみる。おう、風が出てるけど関係なかった。ほい、あら、ほい、ここを伝っていくのかな。おお、かっこいい。ちょっと一瞬戻ったぞ。あ、ここはこの電気コードをなんとかしないとダメだ。ここは斧はないか。ここまで来て残念だけど諦めよう。おっとっと、さすがにあの角度は戻れないか。ほい、よしよし、早く変装セットが全部集まってくれれば全ての場所行けるんだけどな。よし、じゃあビニーさんのためにちょっと安めのものを取ってこよう。でも正直ビニーパパラルドぐらいだったら目利きもかなりいいと思うんだけど。どこに隠すかな。ああそうだ、ああそうだって確かにバレバレだけど、これはかなり入りづらそうだな。とりあえず撃つ。お、ちょっとビデオ通話が来てるっぽい。もしもし、怪しい連中が突然現れて追ってきた。そっちへ行かないように引きつけておく、急げ。よし、さっさと盗んでここから逃げよう。モーさんはかなりもうチェイス君とかなりいいコンビになってる気がするな。これは気になるけど、どうやら電気コードがあるみたいだな。まだ配電盤をいじれないので仕方がない。ほい、お、これはラッキー。なかなか幸先がいい。何ができる？おう、あ、え、これはあっという間にクリア？じゃない。カラーチェンジャーを見つけて赤色のやつにしないと。よしよし。とりあえず壊す。いいよ。お、あるある。ほい。これはカラーチェンジャーだな。よし、カラーチェンジャーをゲットして、ここまではまあまあサクサクいってるな。よっ、ほい、あと少しで中身が拝めるぞ。今ちょっと不安げなやっぱり来ちゃった。お仲間か。しょうがないな。ほいほいほい、よしよし、さあ来い、真っ赤っかのポリスメン。ポリスメンじゃねえな、ガードマンだな。よし、ほいほい、おっと危ない。おお、かっこいい、トルネード投げ。ん、おお、まさかチェイス君ピアノが弾けるの。いいぞ。よしよし、これは素晴らしいのか。おお、どうやら正解じゃなかったけどまあまあ良かったらしい。あ、これはジュークボックスがあるぞ。しかしジュークボックスは後回しにしようか。いや、やっておこう。ほい。ああ、これで俺が目立つことはないな。あれ？確かに。でも音楽鳴ってたらかなり怪しいと思うんだけど。お、おう。気になるとこはどんどん行こう。と思ったらこれ引っぺがすんだな。ほい。ズルーパターン。おーっとっと。ラッキー。ほい。足跡は。お、怪しい。おう、
お、さらにもう一段階スイッチを出せる。よしよし、ほい、オッケー。ゴマ、ゴマアレルギーならただ開け。うわー、これはマジで大金だな。おお、ビニーが目をつけるわけだ。すごいね。よし、あとは貴重なブロックがないかをチェックして引き上げよう。ほい、うん、気分がいいねこれ。しかし水浸しになっちゃうな。よしよし、お、うんうん、この辺りは壊せないのかな。よし、まあある意味では綺麗にお部屋を片付けられたのでこれでよしとしよう。お、なんだこれは、いかにも高級そうで高級そうじゃない。あ、チェイス君、後ろ後ろ。おお、おお、侵入者が逃げた、現在追跡中。前見えてないじゃん。おお、黒服さんたちがいっぱい。おお、怖い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 。おお、侵入者逃走中。多すぎて疲れてるじゃないか。おお、なんかすごいアクション映画っぽい。リッチギリそこ。いいの？おお、飛ばすぞ。いいよ。やつを追え。ゴーゴーゴー、やつを逃がすな。な、急げ。もしかしてあれかな、警備員の上から順番じゃないと動けないか。あ、もう終わり？あっという間だったな。変装セットがだいぶ溜まってきたせいか、どこら辺がまだアンロックできないのかすぐ分かっていいね、うん、そしてバイクらしきものをアンロック。うん、オッケー。よしよし、今回は結構真面目にやったからね、サクサククリアできてちょっと嬉しいです。結局何を取ってきたんだ、あの鳥のようなクリスタルのようなものを取ってきたっていう表現でいいのかな。見つかってこう逃げ出したようにしか見えないけど、一応懐には持ってるのかな。しかし警備員あれだけいるんだったら、もうちょっと違うところに配置していくといいね。そっちは脱出できたか。ああ、だが団体さんも一緒だ、うん、そうか、ダウンタウンのプロムナードガーデンズの南端で落ち合おう。よし、オッケー、警備員から逃げよう。これはブーストが効かないな。ちょっと X 押していい？なんだって。よしよし、これをチェックしたかったんだよ。どうやら車を乗り換えることは OK みたいだね。でもここは小回りの効くバイクで行こうかな。ここシュー、お、結構コーナーリングはなかなか快適だぞ。よしよし、ふう、いいね。あ、今のがこの黒いのが敵かな。全然なんか役に立ってるようには見えないんだけど、先回りして、おお、初めてぶつけられたぞ。クソ、地図を見てる間にぶつけてくるとは卑劣な。危ない。このゲームはね、ポーズメニュー出しちゃうと下の地図が見えなくなるというがっかり仕様があるので、リアルタイムで地図を見ながら運転しなきゃいけない。ほい、よし。でもあんまり厳しいレースじゃなかったな。ほいほい、オッケー。おー、ごめんよ、着いた。よし、おー、なんだここ面白そうなとこだな。思ったら ついてきちゃったぞ。おーおー、ほい、なんという
まるで某映画のような同じ奴らと戦う。これは逮捕しがいがある。逮捕しがいがあるって正直彼らは職務を全うしてるに過ぎないんだが、まあいいだろう。お？まだ来る。お？バイクの陰に隠れて見えない人もいるけど、おっと、いいよ、カウンターし放題。いいね、カンフーアクション映画みたい。あ、そうだ、カンフー習ってたんだった。おっと、逮捕してる隙を狙われる。ほい、ここは一旦逃げて。お、いいのがあるぞ。よしよし、作業員になってポチッと。お、あ、いた。くそー、よしよし、さあこれを拾って。ちょっと拾えてないぞ、どういうことか。拾ったのかな。よしよし、じゃあ近くにダイナマイト置ける場所があるはずだから、そこまで引き込んで爆発させたいと思ったら見当たらない。くそー、残念だな、しょうがない。ほい、うんうん、これなんだろう、しょうがないな、これ借りるよ。ほい、うーん、ドドドド、よし、逮捕だ。なんだって逮捕ができない。ほい、よしよし、ほいほい、おっと、来るか。ほい、フィニッシュムーブを決めてるぜ。ほい、おお、出た、必殺の頭突き。頭突きじゃないや、逆立ち回転キック。逃げてっちゃったよ。ふう、危ない危ない、ハートがあと1個しかないぞ。ここら辺からハートが出てくる。へえ、おお、出てる出てる、オッケー。せっかくだから体力全回復まで頑張ろう。こういう時こそ、ほい、ビー、うん、誰かから通話が来てる。結構簡単にライフ回復できるな。よしよし。お、よし、じゃあ通話聞いてみようかな。ポチッと。もうプロムナードガーデンズに来てるか。まだだ、バカどもがドックに人を集めて見張らせてるから、すぐにはそっちへ行けそうにない。ビニーのところへ行け。電話してるんだが出てくれない。いつものわめき声も聞こえないんだ。こんなの初めてだ、チェイス。彼のことは任せろ。どうやらパパラルドさんのところで何かあったっぽいね。ほい、よし、うん、いつもだったら緑色のアイコンが出るんだけど、うーん、近くにないのかな。うんうん、よし、ビニーさんのところまで結構遠いな。うん、ほい、よし、じゃあ今回はこれで終わりにしておこうかな。うん、今回はかなりあれですね、アクション映画みたいにすごい立ち回りを見せてくれたけど、次はパパラルドさんが何か不穏な空気。よし、ではまた次回よろしくお願いします。